日本東京都千代田区、神田練利米町神田練利米町は、東京都千代田区の町名。住居表示は、未実市。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は101-0022。千代田区の北東部に位置し、神田地域に属する。北辺は、台東区秋葉原に接する。東部は、千代田区神田松永町に接する。南部は、千代田区神田あよ町に接する。 西部は千代田区外神田に接する、秋葉原駅付近の一角で、ビルや商店が多い地域となっている。西部は JR 山手線、京浜東北線などの鉄道用地である。また近年の秋葉原駅前の再開発で、高層ビルや高層マンションも見られるようになった。住居表示未実施で、神田松永町との町域が複雑に入り組んでいる。昭和通りと、 その一本西の通りは松永町の町域だが、斎藤気候本社ビル、ライオンズマンション、秋葉原のみ、ネリベイ町に属する。また、南では、吉野屋のある外区は全体が松永町だが、その南、淀橋・秋葉北西閣の東京聖火商会館はネリベイ町に属する。江戸時代は、武家地で南北に走る通りに立派なネリベイがあったことから、 下屋練兵工事と呼ばれた。練兵とは、瓦と土を交互に重ねた瓦屋根の土塀のことである。練兵があったのは、東京府資料は、元禄年間まであった柴田藩溝の口家屋敷。五府内美港は、南隅の河野坊屋敷とする。実際に、江津では、練兵工事の南隅西脇に、河野長十郎の名が見られる。現在は、神田地域に含まれるが、 当時はこの一帯まで下屋と認識されていた。茶坊主、高知山宗春の居所として知られた。1872年、下屋練兵、高知沿いの武家地に、下屋練兵町が成立した。東隣の武家地は、神田松永町に編入されたため、下屋は練兵町で、神田に大きく突き出る形となった。このため、東京十五区設置当初は、 下役に属したが、1943年、結局、神田区との区界が変更され、練兵町南側が、神田区に、松永町北側が、下役に編入された。この下役練兵町及び松永町が、現在の台東区秋葉原である、1964年、住居表示実施により、JR 線路より、西が外神田4丁目に編入されたが、残りは、 未実施のまま現在に至る。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内に鉄道駅はないが、町域の西部が JR の線路で占められており、地下では つくばエクスプレスが町を縦官している。南部方面すぐのところに秋葉原駅があり、つくばエクスプレス駅ホームの一部は練兵町にかかっている。ありがとうございます。